どうも、お水です。今回はですね、バジリスク絆の立ち回りが劇的に変わるパチスロレクチャーということでですね、無事第2弾を取ることができました。ありがとうございます。皆様のおかげです。ということで、前回に引き続きまたこの人をお呼びしています。太蔵さんです。あ、どうも太蔵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今回アプリを使うって私聞いたんですけれども。あ、そうですね、アプリいいところが結構あって、はい、画面上にモードが表示されるんで、はい、そのあ、モードのが B だからこうなるんだ、C だからこうなるんだっていうのも分かるし、はい、あとは強制フラグっていう機能があって、うん、弱チェをここで引いて、その後ここで共通ベルを引いたらどう動くとか、こう自分が思った通りに分かりやすいんですね、表示されてるんだから。フラグを操れるっていうか、それがいいですね、アプリのいいところですね。はい、じゃあ、それでは基礎として、はい、モードや状態が判別できるようになると、まあ、どう立ち回りに活かせるのかっていうのを、教えていきたいんですけど、はい、まあ、モードによっての、まあ、機械割の差がでかいんで、はい、モードを知りたい。モードを知るためには状態カンパが大事です。広角、低角とか、はい、だからまずは状態が分かるようになって、広角低角が分かるようになって、モードが分かるようになる。で、モードが分かるようになるとどうなるのかって言ったら、モードが A、B、C とあって、はい、モード A から C で機械割りで換算すると 15% ぐらい、いや、かなりの差だと思いますよ。あるんですよ、はい。そう、1の A が 95% ぐらいで、1の C は 110% ぐらいまで上がるんですよね。すごい上がりますね、やっぱり。はい、1でも C だけ打ってれば勝てちゃうんですよね。勝てる、だからその、まあ、モード C を捨てるっていうのは非常にもったいないんで、モード C を捨てないようにっていう、はい、この、まあ、今回のレクチャーで、はい、広角カンパ、状態カンパして、モード C をカンパして、モード C はしっかり自分で取って、モード A になったら、捨てる、やめるとか、そこまで理解できるように今回なると、それを目標にやっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは、はい、レア役引いた時の、弱レア薬ですね、主に弱チェ共通ベル引いた時の、法則などを説明していきたいと思います、はい。絆っていうのは広角に入った時、弱レア薬を引いて、広角に行くか、フェイクに行くか、絶対どちらかは行くんですね、はい。広角に行かなかった時の 100% でフェイク広角に行くんで、じゃあ見極め大事ですよね。どっちかに絶対行く、そんで、そう、見極め大事です。フェイク広角っていうのは、フラグによって決まっていて、弱チェだったら5ゲーム、10ゲーム、15ゲーム、共通ベルだったら5ゲームがなくて10ゲーム、15ゲームと、そこまでになってます。フェイク広角は15ゲーム目まで、はい、15ゲーム目まで。じゃあ15ゲーム以降続いた場合は広角。そうですね、16以上フェイクが続いたら、はい、広角確定ですね、はい。で、それはだからつまりフェイクじゃないっていうことですね、強制フラグ使って、はい、ちょっと動き見ていこうなかなと思ってるんですけど、はい、ここのアプリ上の画面の強制薬っていうのを押します、はい。弱チェ入りをします。で、決定って押すと、これで次のプレー絶対弱チェが落ちてくれるんですよ。おー、便利。はい、弱チェだ。はい、54ゲーム、54ですね、54弱チェ、はい。で、今度またちょっと外れを引いてほしいんで、はい、強制薬で押し順ベルセットします。はい、押し順ベルっていうのはつまり通常時揃わないんで外れってことなんですけど、はい、お、これが典型的なその
フェイクの挙動なんですよね。あの8割ぐらいこの半開きが始まるんですけど、そうなんですか、はい、これでまあ何もないと、うん、じゃあもうこの煽りが来たら結構がっかりするパターンって広角行く時も出るんですよ。あ、なんか難しいですね。ちょっとそれ、うん、でももし出なかったら、うん、もうほぼ広角です。うわすごい。そう、本当にこのフェイクの出始めのフェイク挙動がなければほぼ広角です。なんか覚えやすいですね、うん、このフェイクじゃないから広角だっていうアプローチすごい重要です。へ、うん、広角じゃなかったと 100% でフェイクで入るから、じゃあフェイクじゃなければ広角にいるんでしょっていう、うん、面白い考え方だ。はい、ステージチェンジまで、でフェイクっていうのは基本的にステージチェンジで締めます。ほう、これがそうルールの一つ。なかなか良い茶じゃな。で、あと2プレイですね。2プレイ外れを引いて、はい、次が、はい、弱地から、よ、5ゲーム後なんですけど、はい、綺麗に、59ゲーム目にステージチェンジしましたね、はい、しました、うん、これで、まあフェイクの5ゲームのフェイクだったと確定はしないんですよ、うん、あの5ゲームのフェイク、15ゲームのフェイクを選んでた時に、はい、5ゲームステチェン15ゲームステチェンっていうパターンがあるんで、うん、ちょっとまだ確定はしないんですけど、あの5ゲームフェイクだったっぽい。もう一回弱地を引いてみようと思います。土産を買ってきたぜ。はい、61ゲーム弱地でですね、今最初の弱地から7ゲーム後なんですけど、はい、最初の弱地のフェイクが5ゲームで終わっていたら、はい、ここからまた新しくその 5ゲーム単位の、はい、5ゲーム単位のフェイクが始まる、はい、でもしあの最初のフェイクが15ゲームでまだフェイク内だったら、はい、それ分かりますよ私、はい、プラス6ゲームされる。そうです、もうこことか、はい、めちゃくちゃマニアックなんですけどここ分かってる女子とか逆に気持ち悪いぐらい、はい、あ、やめてください。なんで気持ち悪いとか言うんですか、はい、一生懸命勉強したのにありがとうございます、はい、そうですね、あの、はい、そう、ここでフェイク上乗せのプラス6ゲームの法則が噛み合ったら、うん、あ、まだフェイクにいたんだ、まだフェイクにいたんだったら弱地は15ゲームのフェイクだったんだなと、はあ、はい、これを見ていきたいと思います、はい、であと大事なのは、うんうん、フェイク中にフェイク乗せても、はい、フェイク中にフェイクを乗せてもあの人別帳出やすいです。あ、そうなんですか。じゃあ次のゲーム大事ですね、うん、そう、常に大事です、うん、はい、あらこれプラスかどっちだろう。これはでもわかんないですよね、まだとりあえずでもフェイクの可能性が高い、うん、そう、演出、あらら、広角には行ってなさそう、はい、うん、今64ゲーム後なんですよ、はい、弱地から、最初の弱地からは10ゲーム後ですね、うん、で、次が一手間なんですけど、はい、はい、ステチェンが見えました。66ステチェンなんですよ。で、はい、最初の弱地からこれ12ゲーム後なんです。12、最初のフェイクが15ゲームだったら12ステチェンっていうのはまずないじゃないですか。ないですね。だからやっぱりこの時点で可能性あるのはもう一つしかなくて、最初の弱地のフェイクは5ゲームで終わっていた、はい、でこの今の66ステチェンは61で引いた2回目の弱地からの新しい5ゲームのステチェンしてる。そうだ、すごいぴったりだ。ちょっとまだ2個目の弱地から、2個目の弱地もあの
フェイクなのかっていうのはまだ分かんない、ちょっとまだ分かんないけど、はいはい、でも2個目の弱地からの動きになってるじゃないですか、この倍数ですね。だから1個目はフェイクがもう終わってるんですよね、うん、1個目が本物の降格だったら逆に、はい、あの15ゲームは最低保証の降格があるんで、ああそっか、まだ続いてますもん、まだ降格中が続いてた、はい、降格中の弱地になるんですよ、あの2個目の弱地で。降格中の弱地はフェイクいけないです。そうだ、そう、降格じゃない時の 100% だから、はい、すげえ。だからフェイクの動きしたってことは、はい、1個目の弱地は降格に行ってないっていうのも分かるし、フェイクも5ゲームだったよっていうのも分かる。これだけ少ない情報の中でそこまで分かる、うん、すごい。そう、こんな感じで、うん、そう、全部ステチェンが理由を教えてくれるんで、はい、うん、理由をたどってって、で、まあ、理想はその外れの降格をカンパしていけるようになると、その弱地とか共通ベルが混ざった上でも、あ、いやこれは違う、あの、うん、モード差のでかい外れでの降格だとか読めるようになると、あのモードが読めてくる。そうですよね、一番モードを分かるのって外れで降格いくかどうかですもんね。そうです、そうです。はー、でモードが分かると、まあ、C を捨てずに済む、うん、モード C とかを捨てずに済むっていうところですね、うん、そうですね。うわ、頑張ろう、目指します、うん、私もその領域、うんうん、はい、じゃあ、はい、今度は共通ベル引いた時の動きを見ていきたいと思います。はい、はい、打ち直して今18ゲーム目で、うん、まあ、ちょっとこれあのリセットの降格だけ調べてちょっと回してあるんですけど、はい、共通ベル、はい、決定、はい、お、共通ベル、はい、共通ベル成立させて、次のプレイで外れを、はい、はい、セット、はい、お、人別帳半開き、いつものですね、いつものやつ、19ゲーム目、はい、に共通ベルです、はい、こうやってちょっと外れで、はい、これは10ゲームか15ゲームですよね。次が10ゲーム後になります。10ゲームのフェイクを選んでたら捨てチェン、ここで捨てチェン、あ、あ、フェイク、はい、で、はい、これが10ゲーム後なんで、まあおそらく10ゲームフェイクだった、まあおそらくっていうかもうほぼですね、はい、うん、じゃあ今度は、うん、フェイクの上乗せ、はい、うん、上乗せのプラス6ゲームの法則っていうのを見せていきたいと思います。はい、ありがとうございます、うん、ではまた共通ベル使いましょう。はい、はい、共通ベル、共通ベルで、はい、ゲーム数よっ、ごめんなさい、35、共通ベルとなってます。はい、はい、で外れ引きます、いいよ、はい、毎回出てきますよね、本当に出てきますね。そう、だからもうこいつが出なきゃもうほとんど降格なんですよね、うん、はい、2プレイ、はい、3プレイ、はい、4プレイ、なんでこの4プレイぐらい挟むかっていうと、はい、その1プレイ目にレア役かぶせちゃったら、はい、その共通ベル、次のゲームも共通ベルとか言っちゃったら、あの半開きが出ないんですよね。あ、そっか、それだったらまたなんかフェイクっぽいとかも分かんない、合格かもみたいなのとかも分かんなくなる、ちょっと分かりにくい。その被せた時もフェイクのルールはプラス6ゲームの法則は当てはまるんですけど、うん、あの半開きが出ない、出せないんですよ。半開きって外れたようなんで、あ、そっか、出せない、公約揃っちゃまずいんですよ。だから出せないからちょっと感覚開けてるんですよね。分かりやすいようにですね、うん、そうです、そうです、そうです、うんうん、ではでは、今次が35で共通ベル、はい、で、次のゲームで
お、じゃあ引いちゃいますか。そうですね。うん。じゃあ今度ジャックチェリー。ジャックチェリー。ジャックチェリーいきますか。はい。お、40ゲーム目。まあ共通ベルでフェイクっぽい像からの40ゲーム目ジャックチェ、うん、はい。でまた多分フェイクの動きすると思うんですよ。フェイク中にフェイク乗っけた時も半開きが大体出ます、はい、あ、分かりやすくていいですね。でもうん、そうそうそう、うん、じゃあいきます。はい、お、お、出ない、出ない、これ超怪しいです。でなんで出ないかって言ったら、はい、どっちかで広角いった今、うん、広角にいるんですよね多分。そうなんだ。今本当全く何も出てないじゃないですか、はい、だからあの私はこの瞬間にあ、どっちかで広角いってる、でも共通ベルからは結構フェイクっぽい雰囲気だったから、はい、今の弱チェで広角いったんじゃねえかなって思いますね、って思うんですよね。次です。次が、あの2個目の役弱チェから15ゲーム後になるんですけど、うん、いきます。はい、お、うん、おー、で55ステチェンとなりました、はい、あのここが1個目の共通ベルからだと20ゲーム後に当たるんです、はい、で、まあ、20ゲーム後のステチェンってのがまず1個目のプラス6ゲームだと当てはまらないじゃないですか。当てはまらないです、はい、15プラス6だと21だし、はい、ずれてしまう、うん、でもこれは2個目の弱チェからだと、うんうん、あの5の倍数ぴったり、はい、15ゲーム後なんですよ。あ、じゃあ2個目の弱チェリーからの動きをしてる。でなおかつ大事なのはあの2個目の弱チェリーが1個目の共通ベルのフェイクの範囲内だったっていう点です、はい、うん、共通ベルのから5ゲーム後だったんですよ、はい、共通ベルはフェイク10か15しか選ばないから、あ、そっか、2個目の弱チェの時点で共通ベルのフェイク中にいたのにプラス6ゲームの法則になってないのはなぜかって言ったら、今広角確定演出出なかったけど、一切出なかったけど、はい、広角、本物の広角に行ったからプラス6ゲームの法則が上書きされたんだ。そう、なくなってる、うん、へー、こうやってこれ今まさにちょっとふわふわした時峠なのに、はい、はっきり分かりましたね。そう、広角確定演出はちなみに1回も出てないですよね。時峠歩いてただけ、うん、うん、でフェイクの時峠もいっぱいある台なのに、すごい、はい、じゃ あ次は、うん、広角に行ってた場合、はい、まあ今の感じに似てるんですけど逆パターン、広角にいる時に弱レアを引いて、ほら人別書を開かないでしょみたいなのをちょっと見てみたいと思います。はい、強チェいきます。強チェ、とうとう行っちゃいましたか、はい、絶対に上がるという、とうとう強チェ使いましたよ、はい、56ゲーム目で、はい、はい、56ゲーム目強チェリーで、はい、まずちょっと BC 当たっちゃうかもしれないけど、どうだろう、なさそうかな、うん、うん、なさそうなので、はい、まあ広角確定演出が出て、ね、はい、じゃあ BC は当たってなさそうだ、はい、でも今強チェ引いたから広角にいる、うん、さあ広角中に弱チェリーを落とすとどうなるか、はい、弱チェリーを落とします、はい、60プレイ目弱チェリー、はい、はい、で今広角にいますよね、はい、人別書開かないと思うんで、お、見といてください。はい、おお、本当に開かない、動かないじゃないですか、広角中にいたらそうか、フェイクっぽいのが、広角中にいたらそう、フェイクが出せないから人別帳動けないみたいな、すごい面白い。で逆に人別帳が広角中なのに動いたら、はい、あの基本的には全て兆候いってます。え、そうなんですか、逆に、逆にというか、そう、フェイクがないから、はい、フェイクがないのに人別帳動いちゃうってことは、その
手前の役でアクションがあったってことで、はいはい、つまり降格中の弱者で超降格に受かったから動いたみたいな、へえ、だから壇上行くパターンがほとんどだと思います。すごい、そこまで分かるんですね。ちょっと理性降格どうだろう見ていこうかな。はい、うん、なさそう。あ、降格確定です。おー。で、こういう時も要は朝一だと思ってほしいんですよ。はい、朝一、理性降格だって決めつけない、リセット降格だって決めつけない、ここがもう外れの降格受かった瞬間かもしれないから。あ、そっか、うん、それもありますよね。そう、リセットかかってるお店行って朝一モード D ってそこそこあるんですよ。うん、うん、だから全然現実的な範囲内だし、はいはい、まず決めつけない。はい、7プレイ目降格確定で、でこの10ステチェン見えたから初めて、あ、偽降格なだけかなって言う。で、偽降格ならここの15で大体終わる。でも、うん、まだ、うんうん、18、今度18ステチェンしてますね、はい、これって実はもう今の瞬間だけで超高5ゲームに少なくとも1回は受かってるんです。これなんでかっていうと、はい、あのリセットの降格は15ゲームが基本なんですけど、はい、あの多分15の最中、リセ降格の最中に5ゲーム乗っけたかっていうとこなんですけど、大事なルールがあって、はい、10ゲーム目にステチェンしたじゃないですか、はい、で、8ゲーム後にステチェンしてる、はい、ステチェン間って基本10ゲーム置くんですよこの台、うん、で特殊な状況じゃない限り一桁台のステチェンはありませんよって、はい、あのまあよく説明してるんですけど、はい、これがまさに特殊な状況で、超高5ゲームに受かるとその前回のステチェンから10ゲーム経ってないのを無視してこうやってステチェンするんですよね。あ、それも上書きですか、やっぱり上書き、まあ上書きの感覚ですね、うんうんうん、そうだからあのステチェンしたところをメモします、まず。ほう。でこうやって一桁台でステチェン見えたら、うん、あれなんかあったというよりも外れで兆候に受かったんじゃないかなって疑っていい、うん、へえ、うん。ステチェン間10ゲームを置くっていうのはだから基本的に頭に入れておけば、はい、短いステチェンが来た時にあれってなるんですよね。そう、あれってなってほしいんですよ。だったら、うん、そうですね、モードとかも期待しても大丈夫だよ、うん、これはね、モード D って見えてるから。まあまあそうなんですよね。でも実際のホールでそんな変な動き、うん、あれこんな短いステージないんだけどなってことは超降格5ゲームに受かったのかな。で超降格5ゲームに外れで受かるってことは、あ、 C 濃厚だな、最低でも B はあるなとか、うん、あーすごい楽しい、うん、海は薄いですもんね。すごい、そうですね。で今何も引いてないのに、うん、どうだろう、25ゲーム目またフェイクが出てる、もしかしたらちょっとまだ降格を引きずってるかもしれないけど、ちょっともう一回見ていきます、はい、25を視点として25からまた受かったんじゃないかなっていう状況、今かなっていう状況です。で25、26、27、はいはい、28、29、ほらステチェン、わーすごい。これってあのやっぱりさっきのステチェンで1回途切れてるんですよ、はい、で5、6、7、8、9だから、24で多分演出なかったけど超高5ゲームにそう外れで受かってるんですよ、4、5、6、7、8、9ステチェンみたいな感じ、はいはい、これ29ゲームしか回してないのにもう
あの外れの超広角2回受かってるんですよ。モード D って本当一瞬で分かるんですよ、モード D。 そうですね、めちゃくちゃいい動きしますね、うん、はい、じゃあ新しいパターンもう一回見ていきたいと思います。はい、共通ベル、ヤシャマル、共通ベルを吹いていく、そうですね、はい、共通ベル成立させて、はい、はい、24ゲーム目共通ベル、はい、で、どうでしょう、あのだいたいフェイクいくんで見ていきたいんですけど、はい、はい、まあ人別調煽ってフェイクっぽい、うん、今共通ベルのフェイクっぽい中で、でも外れ広角の抽選は常にしてるわけですよ。油断ならないですね、うん、そうそうそう、共通ベルのフェイクだけど、うん、どうなのっていう、はい、今、はい、取れてますね、うん、うん、いいの取れてますね。31ゲームステージなんですよね。フェイク共通ベル、そう弱地じゃなくて、そう共通ベ ル、24ゲームの時の共通ベルの後にちゃんと半開きでフェイク言ってますよって動きありましたよ ね、はい、ありましたよね、ありました。そうで共通ベルのフェイクっていうのは、うん、最低でも10か15しかない、うん、だから最短でも10プレイ後のステチェンが待ってるのに、うん、このステチェン7プレイ後だったんですよ。早いですよね、だって。でおかしいおかしい、地味にオボロがちっちゃい笛吹いただけですけど、はい、これもう超高5ゲームに受かってます、この瞬間だけで。嘘。10ゲーム後のステチェンが決まってたのに、はい、あのそれを短縮できるっていうのは外れで広角に受かることしかできないんで、5ゲーム、うん、これなんか超地味というか、確定演出どころかフェイク以上すら出てないぐらい地味だったかな、これルールを抑えてないと気づけないですよね。確かに分かんないです、分かんないです、うん、この瞬間だけでも、うんうんうん、あ、外れ兆候受かったとか分かるんで、うん、まあ本当フェイクのルールをまず抑える。そうですね、フェイクのルールを抑えて、あれフェイクのルールが消えたってなったら、うん、兆候乗ってたっていうのが分かるんですね。面白い。はい、じゃあ、はい、最後に、はい、試験をします。いや試験とかマジで嫌いなんですよね。はい、はい、私の方で設定決めてあります。はい、設定は1にしてあります。設定は1、はい、はい、で、モードとテーブルを隠してありますんで、うん、大水さんに、はい、今までの勉強の成果で、はい、まあ、モードを当ててもらおうっていう、不安でしかないんですけど、まあ一応、はい、私横からサポートしますんで。あ、やった、ありがとうございます、はい、じゃあ7ゲームからスタートしていきたいと思います。試験怖いな、試験。はい、お願いします。はい、これじゃ、うん、あ、女の人だ。12ゲームで女の人だから、はい、フェイク以上、うんうんうん、これじゃ、うん、15ゲームでステチェン。これあれじゃないですか、あのリセットのやつが15ゲームだから、うんうん、これステージチェンジはリセットの降格、リセット降格だったっぽいぽい、うん、お、高野リプレイじゃん。17ゲームで高野リプレイ、そう、高リプは降格以上です。お、オッケー、しゃ、よし、行こう。降格以上、さあ次行こう。はい、これが土産を買ってきたぜ。いや、それは違う、これフェイク以上ですね。フェイク以上か、うん、さあこれ降格しさ、でこれがリセットの降格をまだ引きずってるかもしれないけど、うん、あ、そっか、また新しくかも、受かったかもしれない、はい、
うんうん、それも今のも降格確定ですね。降格か、うん、今のも10、じゃあ20で一応降格。そう。で書いておこう。降格って書いて、はい。高。あ、高で外れだ。まただ。え、ちょっと待って、全部書こう。高の区内は超降格？そう。違う。あ、そう、合ってる合ってる。やった。超降格確定。え、はい、じゃあもう壇上行く、行くのでは？そういうわけではない。そこまでいかないです。すごい、なんかいろんなメモがあって、何人ゲームで何日やったかが全然わかんないけど、何にも引いてないのになんで超降格いったのか。でも、うん、超降格にいたってことはおかしいですよね。あ、25ゲームで、はい、ステッチェン、ステッチェン、ちょっと計算したい。ステッチェン5の倍数は引きずってますね。そうですね、10ゲーム後にステッチェンしてる。なんでだ。めっちゃ降格出たな。でも、うん、これ多分ハズレで乗ってると思いますけどね。私もそうだと思うんですよね、うん、なんか何を引いてない。ステチェンだって15で最初でもリセットメイト5ゲームでステチェンしなかったのはハズレで2回乗ったのかな、うんうん、運良くないですか私。まあちょっと強すぎませんこれ。うんうん、強すぎるけどもうちょっと見てみてください。まあそうですよね、うん。じゃあめっちゃ引けるかもでもいいんですよ。そのハズレで乗ったのかもで終わらしてもいいから次行っちゃえばいいんですよ、とりあえず。そっか、 BC 当てた段階とか、うんうん、あ、やめる段階で迷えばいいから。そうですね、じゃあとりあえずメモ取れるだけ取って考えてみよう。27ゲームで強チェリーです今、はい、強チェ。じゃあこれ1個上がってるんで降格。そう、今は降格。でも、外れとか引いても上がるかもしれないな。これ、降格確定ですね。降格確定、うん、一応書こう、まあ、降格だから、そう、降格が確定してる状況だったら、まあ、書かないでもいいかなっていう、うんうん、あ、じゃあもう、カッコで、もう迷っちゃうから、うん、男の人アニ様、トントントンと回してもらって、うんうん、聞いてくだされ、アニ様。これも降格確定ですね。これも降格ですね、うん。今でも降格にいるから、はい、もう書かなくても今のところは大丈夫。あ、これも降格だ。うん、こっちが27で引いたから42までは降格にいる。そうですね、うん、うん、降格確定だけど、うん、はいはい、アニ様見てくださいアニ様、うん、はい、あ、42ちょうどで、まだ終わったとは限らないけど、強チェの降格終わったかな、はい、続き、はい、はい、で、また降格とかのあれが出たら、まだいたのか、新しく受かったのか、それはステチェンで見るしかない、判断するしかない、うんうん、しかし静かになってる。そうですね、そうそうそう、これは落ちたかなーっていう、落ちたのかなーで進めていく。はい、毒消しをお持ちいたしましょうか、うん、通行人も少ない、うん、はい、忍術修行ばかりじゃ、うん、リプレイ揃わない、はい、何持ってるの。計画っぽい、計画っぽい、強チェの降格は落ちたっぽいぞ、落ちたっぽいですね。さあモードを読んでいくぞ。外れの降格、刺さらないか刺さらないかって。そうですね、外れの降格で刺さりさえすれば結構モード上だと私でも思えるので、うん、そういうのみたいな、ありましたね、A だと1000分の1、うん、B だと170、まあ、C だと48、そうそうそう、 D は24、うん、頭では分かってますけど全然なんかもうついていくかが不安、うん、あらら、強チェリーを引きましたよ、ま、た69、強チェ、はい、弱チェリー引かないな。トントン進めていきましょう。よし、うん、まあ、とりあえず今広角にいると、うん、71時峠、うん、うん、まあ、いいか、書かなくても。いや、これは書かないと。書く、73書くないって、降格、超降格じゃないですか。だから強チェで
直接超広角いったんじゃなくて今の瞬間ハズレで上書きされたかもしれないか。これはちょっと難しいですけどね。本当だ、うん、それは広角確定、今広角にいるって確定してるから広角確定のメモは言わないけど超広角はいるんだ。いる、そうそうそう。あ、これは違うか、広角でしたっけ。広角です。これは違う、この広角ハズレで後期は、ハズレ後期、ま、全部広角で、うんうんうん、あ、これもだ、うんうん、わしの占いでも見えないものは、あれですね、そうリップ、リップの時だけフェイク以上になるかな、うん、ちょっと特殊なんですけど、あの看板の後期は全部広角確定で、はい、巻物、巻物、まあ巻物はとりあえずポンポンポンと、はい、さっと消化してもらって、当たっちゃうかな、当たりそうな気がしますけど、うん、絶対勝つって言いましたからね、うん、勝ちましたね、はい、ここで甲賀を甘く見た報いだ。確かにな。はい、じゃあ、はい、時々滞在中の巻物で BC 当たったんで、はい、ここで、まあ、メモを振り返るっていう、はい、そう、メモを振り返ってモード推測、はい、ですね、うん、なんかわ、うん、すごくずっと騒がしかったんで正直、そうですね、ちょっと難しいかもしれない、はい、でも最初の捨てチェンはあれなんですよ、うん、リセットのやつだったんで、うん、そこからの25ゲームまでの10ゲーム間がすごかったんですよ、うん、なんて言ったらいいんだろう、広角確定の演出とかがめちゃくちゃ出て、そうそうそう、で多分何かしら何回か外れとかで言ってんじゃないかな。でここのステチェン本当に意味わかんなかったんで、25ゲーム、25のステチェンっていうのはね、あのリセットの広角って15か35なんで、はい、25で締めみたいな感じになるのは、うん、おかしいですよね、とても怪しかった。だったら外れ5ゲームの上乗せじゃないですか、うんうん、だから2回あるかな、2回も引くかな、ここで。でも引くか、まあ、まあ、ると思いますよ、確率的にはあるかもしれないか、うん、2回かもでいいんですよ。じゃあ2回かもしんない、私剛腕だから、うん、2回引いたじゃあ2回引いたってことにして、うん、ここの強チリはでもなんか本当やりすぎたなって思ったな。その後強チリちょこちょこ引いてましたけどね、はい、でも超広角とかも出ちゃってたので、広角示唆みたいなのが本当バンバン出たんで、ここもどれかで1個あるんちゃうんかなと。どこで超広角見えてましたっけ。73、69ゲーム強チェリ引いて、うん、84の巻物までで1回超広角。何が出てましたっけ。高じゃなかったですっけ。そう、高くないが出てます ね。でも強チェの後、はい、すんなり時峠行っただけだったじゃないですか。そうですね、だからそこはそ、じゃあそうだ、え、壇上行ってない、壇上行ってないけど引いたんじゃないですか、私。じゃそう、外れでね、壇上強地での超広角だったら、はい、壇上行きそうなのにそれが時峠で止まった上で、そうだ、それでも超広角確定数の高くないがさっとちょっと見えたから、だから外れで5ゲーム乗ったんじゃないかな、かなでいいんですか、まあ、かなだ、かなか、そのかなが今回多いじゃないですか。いやでも乗りましたよ、あれは多分、うん、乗りました、もう私剛腕だから、うん、じゃあ3回行ったってことですよ、もう私のかなは、うん、3回行ったかなで84ゲームしか回してなくて、3回行く、ちょっと待ってくださいね、え、だってモード C で48分の1ですよね、そうですね、で D で24分の1なんですよ、うん、B は多分ないと思うんですよ、ここまで引いてたら、だし、うん、170分の1をこんなに引けるかって言われたら多分引けないと思うので、うん、まあ C のめっちゃ上振れか、うん、D だと思います、上、上、うん、どっちにしろ上だと思います、うん、これだけ騒がしかったら、うん、じゃないですか。そうですね、あのもうそういう結論が大体なんで、はいはい、あのまあ C か D とか、うんうんうん、ふわっとした感じで大丈夫ですか。そうですね、答えとりあえず見てみようと思います、はい、
や緊張するな、はい、やだな、外れてたらやだな。 A だった場合私褒めてほしいですもん。だってめっちゃ広角引いたから、わかんないけど引いたかどうかは。A はないと思うんですけど。はい、これ答えになります。左がモード、左がもう C か。え、 C なの。え、じゃあ私めっちゃ頑張りましたね。たくさん引いたかもしれないじゃないですか、うん、そうですね、多分そっか。C の48分の1を結構引いた感じの動きだったように見えましたけど、そのまあ大まかには合えばいいんですよね。なかなか綺麗には特定できないから、うん、そっか。いやでもだいぶ分かってきましたよ、なんかこれ上かもぐらいの感覚なら、うんうん、あ、うん、はい、それっていいんです。これ上かも、かこれ下かもで。お、やった、まず入門編はじゃあクリア、うん、これ試験合格ですか不合格。いや、まあ合格ですよ、それは。ありがとうございます。合格しました。ありがとうございました。はい、それではここで、状態カンパに必要な、様々な演出の紹介をしたいと思います。はい、ではそれではどうぞ。ではここまで見ていただいてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた、ありがとうございました。